情報収集のための航空機を飛ばして、それを情報収集をします。それ以外に報道にあるとご存知の通り、今青森県に X バンドレーダーというものをまもなく建設するということで、これは来年建設工事が完了すると思いますが、そうなるとミサイルとかロケットが入ってくる場合にいち早く X バンドレーダーで探知できるということになります。日本海には海上自衛隊と米海軍がイージス艦を派遣してますけれども、一隻でだいたい日本の半分の情報収集をすることができますので、この種の情報収集によってある程度です、ある程度です、 100% ではありませんが、ある程度我が国に近づく航空機及び船舶を事前に情報収集するということができると思います。時間がないので、この種のそのテロによるリスクというものに我が国が対応するとき何が一番問題かということだけを二つだけお話してみたいと思います。一つは、日本の地理的環境をご覧になるとお分かりのように、まず海を渡って何かが近寄ってくるときには、国際法上はまず海上保安庁が日本の領海の外で警戒をし、そして、その相手の対象がそれでも日本の領海の中に入ってくるか、もしくはその対象物が海上保安庁では対応できない武器を持っていると考えられるような場合、現在はご承知の通り海上自衛隊に海上警備行動というものが発令になった場合だけ、海上自衛隊が海上保安庁にテイクオーバーして対応できます。北朝鮮の不審船が入ったときにそういうことが行われたことはご承知の通りです。他方において、それでは海をいよいよ渡って陸に上がってきた場合どうするかというと、ここからは海上自衛隊でも海上保安庁でもなく警察にその主権が任されます。ただし警察だとは言っても、警察が持っている兵器体系ではミサイルとかロケットに対応できないというようなことが明らかになった場合、自衛隊が出ていくためには防衛出動か治安出動が加齢されないとダメなので、国会承認が必要です。我が国は戦後防衛出動と治安出動が加齢されたことは一回もありません。ということはですね、原発の周辺に自衛隊が出て、常時警戒監視をやったり情報を収集したりする、つまり駐屯地から自衛隊を外に出すという法的権限は今日我が国にはありません。一度防衛庁がこれを領域警備法という形で法律を作ろうとしたのですが、内務官僚によって非常に反対されて、結局今日でも法律がありません。周辺事態法だとか有事法制っていうのは、周辺で紛争が起きた場合とか有事事態が起きた場合の話であります。平時に誰かしらがわからないところが乗り込んできて原発を攻撃しそうだ、あるいは一発ロケットが飛んできたといった場合に警察で対応できないというときに、自衛隊を出す法律上の枠組みがないということが第一の問題です。もちろん、これは法律だけの問題ではなく、今申し上げたように日本は役所が縦割りになっているので、海上保安庁、海上自衛隊、警察、陸上自衛隊と4つの組織を、効果的に、例えば佐賀県知事だったら佐賀県知事の一括した統制の下で運用できるかという問題があって、これは法律上の問題ではありません。すなわちこの原発に対する攻撃を効果的に、事前に防ぐという方法は相当法体系と、国内の体制をまだまだ、整備していかないといけないということなのではないかと思います。実際に攻撃を受けた場合どうなるかというと、現在のロケットとかミサイルで、現在の非常に堅固に守られた構造物である原発が直ちにミサイルやロケットで破壊されるとは考えにくいと、まだそのような攻撃に対して、破壊を防ぐといいますか、ための十分な施設でできているということになりますので、しかし安全というのは万全ではありませんで、安全に絶対はありませんので、もし安全で 100% 守れるなら何の警備もいらないということになります。そうではないと思います。我々は外から来るもの、あるいは中からこれに呼応するもの、いろいろな種類のリスクに対応しないといけないのですが、残念ながらまだ十分な法体系と国家の体制ができていないという問題を提起し、
ちょっと時間が延びましたけれども、私のプレゼンテーションもあります。以上でございます。はい、ありがとうございました。お待たせしました。続いて山内さんどうぞ。皆さんこんにちは。神戸大学海事科学部の山内と申します。私は経歴から言うと17、18年ぐらい前まで大阪大学の原子力工学科というところで学生院生をしておりまして、その後神戸商船大学という大学に職を得て、で神戸大学との統合の後海事科学部の教員ということになっています。で学生の頃は原子炉材料の勉強もしたのですけれども、今日は佐賀県の方に呼んでいただいて本当にありがとうございます。で私が皆さんの前に皆さんのためにお話できることがあるとすると、専門家というよりもやはり95年の原発の震災を経験した者として一生活者として今日は発表させてもらいたいというふうに思います。それは強く思いましたのは契機となりましたのは今年3月の地震、こちらの方であった地震と、その後今回この討論会に呼ばれた時に玄海原発の設置地震の許可申請書を少し見ました。それを見てやはり地震の問題を提起しておきたいというふうに考えまして、今日は地震の問題を提起させていただきたいと思います。結論を先に申しますと、私の考えではプルサーマルの議論をする前に原発耐震審査指針の見直し、あるいはこれが進むまではプルサーマルに対する判断は待ってもいいというのが私の考えです。玄海原発は私たち関西に住む者が抱えている若狭湾にある原発に比べると比較的新しいようなので、ここにあります老朽化というふうな意味では比較的新しいということになるだろうかと思いますけれども、やはり若狭と同じように原発の文明がこれまで経験したことないような地震の活動期に進められようとしている計画であるということを見ないといけないと思います。それが実際に玄海原発を考える場合にはどういう時期にどういうタイミングで炉心にそういったこれまで経験のない燃料が放り込まれようとしているのかというところを見る必要があるというふうに考えるからです。これが、3月20日の新聞模様、これが神戸の方で報道された模様なんですけれども、これでまず私は注目すべきこととしては未知であった断層、これまでそこに断層があるとは思われてなかったところ、そこでマグニチュード7の地震が発生したということです。私たちが経験したのが、7.2 でしたから、ほぼそれに等しいような地震が発生したということです。すいません。でそれを見ますと、ここに、警護断層系というのがありますけれども、それの延長線上にあるということですね。で玄海原発の古い方の設置申請書を見るとこの警護の断層系が載ってないんですね。で91年の日本の活断層にはようやくこれが乗るようになりまして、その後に見つかったということです。玄海原発の方を見ると、原発の基準となっている地震強度にはこれは想定するものなんですけれども、最強地震というものと玄海地震というものがあります。で最強地震の方は過去の経験を生かそうということで、どうも1700年ぐらいに壱岐のあたりで大きな地震があったと、それがマグニチュード7ぐらい だっただろうという記録が残っています。それをもとにしてこの S1 地震というものが設定されております。でもう一つはさらに大きな 7.5 というものと、あと直下地震として 6.5 というものが出ております。で なぜ 6.5 なのかというと、現在の審査指針 6.5 というふうに書いてあるんですね。で 6.5 よりも大きな地震であれば、そこは過去にも地震があったはずだから活断層もあるだろうということで 6.5 にしたということを、私自身も国の官僚の方々から何度か聞かせていただきました。でところが実際に活断層のなかったところで 7.0 が現に起こってしまったわけですから、安全性を確保しようというふうに考えるのであれば、直下地震として 6.5 ではなくて少なくとも 7.5 を考えるべきではないかというふうに考えます。でその後今年の8月になりまして、これは本当に非常に驚くべき地震が起こりました。でこの宮城
沖の地震、これの最大の特徴は地震の揺れが原発のサイト、女川原発ですけども、そこで観測されたということなんですね。で、女川原発は3基とも自動停止をしまして、一昨日ですか、2号機は動かしてもいいんじゃないかというような保安院の判断が出たというふうに報道を通じて聞いております。ですけど、ここで起こったことは非常に大きな問題をはらんでいます。つまり設計用に考えた地震があるんですけれども、それは距離にして48キロで、規模にして7.4で、その時にだいたい180ガルぐらい、ガルというのは加速度の単位ですけれども、これぐらいの揺れになるだろうということを想定しておったんですね。ところが実際にはもっと遠くて、さらに小さい地震であったにもかかわらず、もっと大きな地震を経験してしまった。それが原発のサイトで計測されてしまった。で、これが非常に大きな問題になりまして、まだ議論は続いておるということです。問題は小さくて遠い地震なのに揺れが予想を上回った。これまで非常にその大きな権威を持っておりましたこの大崎の手法という計算手法が使われておるんですけれども、それを超えてしまったというところです。で、記録値を表すときに、これがこちらが速度で、ちょっとこれ複雑な形になってますけど、建物の周期によって揺れの大きさがどの程度であったのかということで、この波線になっているものが、これが実測値です。で、その大崎の手法という現在の震災指針で使われている方法を見ると、それよりちっちゃい地震を予測してしまうんですね。これが非常に大きな問題になっているというふうに考えます。で、少なくとも現在の耐震設計審査指針の見直し、これが完了するまでは玄界でのプルサーマルは待ってもらってもいいんじゃないか、待つべきじゃないかというのが私の意見です。で、少しだけ経験を述べさせてもらうんですけれども、阪神大震災、非常にその寒い日にも起こったこともあったんですけれども、逆に良かったことは、寒かったおかげで救援物資で、おそらく皆さんからもいただいたものは外に置いておいても腐らなかった。夏だったらもう大変なことになったんですよね。で、非常に大事なのは、何か大きなことが起こったときに、そこに付加的な災害ですね、例えば地震の後に大雪が降るとか、地震の後に大きなその豪雨が降るとかいう、そういうことになると被災している地域は非常に大変なことになる。ですから、被災しているところに決して放射能を降らすような、あるいはもう少しでもいいから、少しであってもそういうことは絶対に起こってはならないわけなので、実際の地震によってこれだけ過去の震災地震が揺らいでます。で、それの決着がつくまで佐賀県としては待ってもいいんじゃないかというふうに考えます。以上です。はい、ありがとうございました。6人のパネリストの皆さん、それぞれのご専門、あるいは一番関心を持ってらっしゃるポイントについてご発言をいただいたわけですが、それぞれ、お考えが全く違う部分が多々ありますけれども、今日は安全性について、議論を深めたいという趣旨でございますので、まずはこの原子炉の安全性について、もう少し、各パネリストのご意見を伺ってみたいと思うんですが、先日行われました安全性とそれから必要性に関する国のシンポジウムの際も、会場からもたくさんの質問が出されたわけですが、その中でやはり安全性に関するご質問というのは大変多くてですね、一つは海外でこの実際プルサーマル MOX 燃料使用の実績があると言ってるけれども、その海外の実績と実際に今度現在3号機で行われようとしているところには違いがあるのではないかと、それが安全性の問題につながるんじゃないかというご指摘がありました。それはプルトニウムの負荷度という言い方でされております。それから総過量ということでも指摘をされているんですけれども、このあたりまずは原子炉の安全性に関してご意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、はい、それでは大橋さんどうぞ。今ご紹介あったように、そのプルトニウムの負荷度ですとか燃焼度ですとか、炉心にプルトニウムを どれだけ層化するのかということで、これまでの実績と数字を細かく比べたり、ここはないじゃないかと、そういう議論があったように伺っています。これについてはもうほとんどについて、例えば原子炉の出力ですとか燃焼度ですとか炉心の層化割合については、ヨーロッパで各国で実績が出ておりまして、現在で検討されているのはその範囲内に収まっています。ただその
収まっているからいいとかちょっと出てるからいいという判断をしているのではなくて、我々がそういうことを考えるベースとなっている基本的なデータと、そういうことを設計して解析して評価するやり方にどれぐらい我々が技術的な信頼を持って根拠としているのかということに基づいています。例えばプルトニウムの負荷度については、限界で用いる値というのはフランスなんかの値よりも